にゃまたん、あと尻尾出ちゅうからやも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 飛ばないでいただきたいね。にゃまたん尻尾ね、尻尾尻尾、あ、尻尾って言ってるしょ、ね、尻尾なんて別にいいでしょ、なんでしょうね、尻尾にムキムキさせない、足はシュルシュルシュルってやってくれたのに、こっちに、ね、尻尾触ってもね、自節しないんですよ。自節の仕方忘れたんかな、忘れちゃった、もうそれはそれで嬉しいね。きれいに尻尾の先向きましたね。これぞ板倉さんの美肌で、美肌ね。どうもこんにちは、アニマルシンキーです。今日はですね、雪かきをしたいと思います。頑張るぞ。おー、日本トカゲの巣はね、ここにあるんですよ。ここにあってね、何十年もね、巣を付いてるんですね、だいたい。なんでね、今ここで冬眠してると思います。このね、ここの巣の入り口がね、ここら辺なんですね。ここら辺からね、ここら辺から入ってね、この石の下でね、ゆっくり眠ってるんです。冬眠してるんです。春になったらまたね、ちょこちょこ出てくると思います。でそのもらったお金をね、私の犬物に使ったり、
スパチャね、金額に使ったりするんですよ。私はね、こうやってね、労働ちゃんと働いて出たお金ですから、新鮮なお金なんですよ。新鮮なスパチャですよ。なんでね、受け取った方々に感謝しないといけないです。もうね、私のために働いてくれてありがとうってね、感謝しないといけないんですよ。2頭ぐらい飼えるんじゃないですかね。このね、広い庭ね、雪かきしないといけないんですよ、ね、感謝してください。本当にこうやってね、呼びかけをすることでね、新聞配達の人とかね、ここね、通りに来てあそこへね、届けてくれるんです。そのためにもね、呼びかけを頑張ってやりました。まあね、でもこうやったってまた積もるわけです。また積もるわけですけれども、まあこうやって頑張ったらいいと思う。頑張ってやったのでいいと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。この動画が良かったら